芹沢淳一は、静岡県静岡市駿河区出身の元騎手、現長教授手。乗用外漢字の使用に制約がある新聞、JRA 公式ホームページなどでは、芹沢と表記されるが、戸籍上の表記は、芹沢淳一である。両親は自営業を営んでいたが、後に倒産し、芹沢の幼少期には、取り立てから逃げるための引っ越しを繰り返した。 そんな生活苦から抜け出すためスポーツ選手となることを思いついた芹沢は父に何がいいかを尋ね、機種しかないなと言われたのを契機に機種も進度の一つとして考えるようになる。競馬学校に進学した芹沢は本来なら1987年デビュー予定であったが卒業試験直前に落馬骨折する怪我をい、 騎手免許試験を不合格となり留年したため1年遅れの1988年、競馬学校第3期生として、立党、鹿角工事休社所属でデビューとなった。同期には、海老名正義、竹豊、塩村勝美らがいる。3月1日の中京第一競争アラブ系4歳、未勝利、環境観観で初騎乗初勝利という記録を達成し、 デビュー初年度に23勝を記録。師匠である鹿方の尽力により、1年目より、坪健勝、橋口幸次郎、鶴留明を坂口正則などの他級者からも騎乗馬を集め、勝利数を順調に伸ばす。3年目の1990年には、立党トレ船内で交通事故を起こし、鹿方が他級者に対し、競り沢を2ヶ月乗せないでくれと頼んだほか、 自身も、芹沢への起乗場を減らす。そんな状況下で23勝を挙げるも、1991年以降は、落馬不詳等により低迷し、デビュー当時にあった GIA の起乗以来もなくなる。この当時は、京都、阪神中心の起乗であったが、勝ち倉を伸ばすために、ローカル開催へと起乗の場を移し、フリーとなった1994年の北九州記念。 イブキ51で重賞初制覇を達成。同年にはフェアプレー賞を初めて受賞し、これまでに同賞を4度受賞している。先行して粘り込む競馬を得意とするセリザワは、ローカル転戦により再び勝利数を伸ばし始めて、この後も重賞勝利を重ねたほか、1996年には、大賀賞、薩摩の女で7年ぶりの GI 起場も果たしている。 関西を拠点とする機種であるが、先日の通りローカルでの機場が多く、関西主場である京都、阪神での機場数は全体の2割強にとどまり、6割長が福島、新潟、小倉、中京の4場を占める。中でも福島、新潟の2場では、福島記念2章2着2回のほか、1993年から2000年にかけて、 カブトやマキ機機械6年連続に着という好成績を残している。2000年にはゴーイング鈴鹿でドバイシーマークラシックに参戦。初めてのドバイは驚きの連続で1週間前に現地入りしたセリザワは日本とはまるで違う街の光景に圧倒された。迎えたレース当日、相棒にまたがった瞬間、これはいけるかもと直感するほど絶好の仕上がりであったが、 道中イメージ通りの立ち回りも雰囲気に飲まれて焦りが生じた。中盤で早くも先頭に立つと後続との差を広げ、レースをかき乱す形になってしまい、あまりにも早すぎる仕掛けに他のジョッキーは驚き、致命的な判断ミスを犯してしまった。直線入り口で後続が迫り、必死に抵抗したが5着が精一杯であり、ファンタスティックライトが3馬審査で解消した。 ゴールを駆け抜けた直後、三着ハイライズに起乗していた、ラン・フランコ・デッドーリが、セリザワの乗り方に対して、放送禁止用語を連発し、兼量室では、何をしてくれたんだ、ジャパニーズ神風ボーイ。と声を荒ら,らげた。藤田真二とは、仲が良く、藤田の著書、番長の話では、セリザワの行動のあれこれを取り上げられている。 2012年12月20日をもって騎士を引退し、鹿戸明旧社の調教助手に転身。2014年には鹿との優待による旧社解散により新規開業をした石橋守旧社に移籍。ありがとうございます。